平野紫仕様、貴重なネグスショット公開に反響殺到、最強すぎる、オフ感がたまらない。最近、ジャニーズ事務所の人気グループ、キングプリンスのメンバーである平野仕様が、自身のインスタグラムアカウントでネグスショットを公開し、大きな反響を呼んでいます。この投稿は、多くのファンにとって、かなりのサプライズだったようで、それが彼らの関心を引きつけたようです。 平野のフォロワー数も急増し、短期間で240万人を超える快挙を達成しました。平野は最近、神宮寺雄太と滝沢秀明氏が設立した新会社、トベに合流したことを発表しました。それに伴い、個人のインスタグラムアカウントも開設しました。 生配信の中でどんな投稿をしたいか尋ねられた平野は毎日寝癖がすごいと答えた上で寝癖の写真を公開することを示唆しました。そしてこの日の夕方平野はおはよう小京の出かける前の寝癖乗せておくねえむとコメントを添えて寝癖の姿の写真を2枚投稿しました。写真の中で寝癖が左に向いていることから 多分左向いて寝て、たんだろうね、えむ、と冗談めかして述べています。この寝癖ショットは、ファンにとって非常に貴重なものであり、大きな驚きと喜びをもたらしました。コメント欄には、本当に寝癖姿が見られるなんて、寝起きでこのビジュアルは最強すぎる早速投稿してくれて嬉しいオフ感がたまらない自撮りが見られるなんて、幸せといったファンからの反響が殺到しました。 たった2時間ほどでコメントは2万5000件を超えています。この反応の大きさは平野の人気とファンの期待の高さを示しています。寝癖というさりげない要素が彼のファンとのコミュニケーションを一層強化したようです。平野はファンとのつながりを大切にし日常の様々な瞬間を共有することで彼らとの絆を深めていることが伺えます。一部のファンは 平野の寝癖ショットがオフ感がたまらないと評しています。普段はメイクやスタイリングされた姿が多い芸能人たちですが、寝癖姿の写真はその逆であり、リラックスした状態やプライベートな一面を見せてくれる貴重な機会です。彼の自然体な姿に多くのファンが共感し、心を打たれたのかもしれません。さらに、 この投稿を通じて、ファンは平野の日常生活にもっと近づくことができました。寝癖ショットは、彼が朝起きてから外出する前の一周の切り取ったものです。普段はステージ上でパフォーマンスをする姿が多いため、彼がどのように過ごしているのか、どのようなルーティーンを持っているのかについての情報は限られています。しかし、この投稿によって、 彼の日常生活に少しだけ垣間見ることができたのです。平野の寝伏せショットは彼の個性や魅力をより多くの人々に伝える一助となりました。彼の普段とは異なる姿を見ることでファンは彼の自然な一面に魅了されさらに熱いサポートを送ることでしょう。平野仕様のインスタグラムアカウントは 今後もファンとのコミュニケーションの重要なツールとなることが予想されます。平野の仕様の寝癖ショットが大きな話題となったこの出来事は彼の人気の高さと魅力の一端を示しています。ファンは彼の地なる投稿にも期待を寄せ、彼がこれからどんな魅力的なコンテンツを届けてくれるのか楽しみにしています。今後も彼の活躍に目が離せません。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝して